後ては、中華民国の軍人、政治家。新興政派に属し、交渉の側近的存在と目される。自和天空。厚生部美学堂を卒業し、国民革命軍第15軍第一支市,市長にまで昇進している。1927年7月、後ては、厚生省政府委員に転じ、8月には、道省建設庁長,長,長を務めた。1929年5月、 交渉の公認として、残じながら、厚正省政府主席に任じられた。7月には、中国国民党厚正省党部執行委員となったが、間もなく交渉と共に、厚正省を退出した。1931年2月に、交渉が一時的に、厚正前後、ただ主弁に返り咲いた際にも、後帝は、厚正前後改弁に任じられている。1934年12月、 交渉が石皇省政府主席に任じられる。皇帝は、その翌年12月に、同省政府院県建設長長に任じられ、交渉を再び補佐した。1936年12月、交渉が湖北省政府主席に転出すると、皇帝は一時的に内逆軍第八総治軍第4四、死士長に任じられ軍指揮官に復帰した。しかし間もなく、 湖北省政府院県建設長長として、交渉の下につく。翌年12月、交渉が、石膏省政府主席に復帰すると、ご定もやはり、石膏省政府院県建設町長長となる。ご定は1946年5月までその地位に、あった。1948年、雪のり国民大会代表に選出されている。以後、ご定の行方は不明である。 ありがとうございます。